1部バルセロナの同国代表 MF ガビが、レアルマドリードのブラジル代表 FW ビニシウスに行った問題行動が波紋を広げている。5日に行われた同国欧杯準決勝の第2戦で激突した両チーム。結果は R マドリードが 4-0 と圧勝したが、試合中のある場面が注目を集めている R マドリード専門メディアデフェンサセントラルは、ガビが度重なるラフプレーを見せたことを特集。その中で、スペインのテレビ番組エルチリンギートがあるシーンを捉えたと紹介。ガビがビニシウスに向かって何事かを怒鳴りながら、彼の陰部を挑発的に掴んでいるのをカメラは見た、と指摘した。この暴挙によって R マドリードのイレブンに火がついたと同メディアは分析したが、ガビの股間掴みは実は常習犯だという。ガビにとって、このジェスチャーはよくあることであり、彼を止める人は誰もいない。バルセロナのシャビ監督はそれを許し続け、審判も彼を止めない。このまま続く限り、彼はダーティーなプレイヤーであり続けるだろう、と断罪。これまで暴挙は見逃され続け、誰も咎めないことからガビは増長していると批判した。ガビの悪癖は今後どうなるのだろうか。